さんの着付け始まります。はい、おはようございます。今日は、このね、一番最初こう裾長さ決めるとき、この腰紐ですね、この腰紐どうしたら綺麗にお首がまっすぐ右のももの前にきちんとくるか、お首がまっすぐできるか、お首をまっすぐする方法、はい、これをやっていきたいと思います。はい、それでは始めます。はい、まずですね、こうして見た時に裾にね何センチついてるか、はい、裾に何センチか、今これね20センチついてます。20センチっていうことは約だいたいここから20センチと手のところを持ったところが腰骨にくればいいですねってことですね。はい、そうしましたら、じゃあここね開いていきます。はい、こうですね。はい、まずこの脇ですね、はい、上前、はい、合わせます、合わせますね。はい、今お首歪んでます。はい、身幅広いですから、はい、ずっと奥へ持ってきて、はい、奥へ入れて返します。はい、返します。この、はい、シワになったところね取りますね。はい、上からかぶせていきます。はい、こうですね。でここで紐をしますね。でここでじゃあ紐をするんですけれど、ね、共同着の下線のところにね紐が来るようにねするんですけれど、これ今ねお首がこういうふうに歪んでますよね。さあこれをどうしましょうっていうことです。はい、まずじゃあちょっとこうよく見えるようにね、まずこれ上前上げます。はい、それではねこの紐真ん中持ちます。はい、で腰骨のところ紐の位置にこの紐を、はい、持ちます。このように持ちましたね。はい、そしたらここで後ろで長さを揃えます。ここですね。はい、ここ、はい、脇線持ちます。長さ揃えます。はい、ここでグッと持って、はい、ここタック、1、2です。1、2、1、2です。はい、いいですか。そうするとここで歪んでたお首線が、はい、ここでまっすぐなりますね。はい、ここですね。はい、ここで見えるかな、ちょっと下見えるかな。はい、押さえます。はい、ここでタックですね。はい、1、2のタックです。はい、じゃあ今度こちら側ですね。はい、ここ押さえてました。このように押さえてます。このように持ちました。はい、後ろもタックです。はい、ここも、はい、ここで1、2、ここですね。後ろ持ってます。1、2、両方とも後ろ持ってます。はい、そしてかぶせていきます。こうですね。はい、そしたら今度後ろ見えるかな、後ろ、はい、今ここね、はい、こうきました。はい、後ろ持ちましたね。はい、はい、タックル取りました。こうです。1、2、1、2です。はい、ここでかぶせて、はい、ここですね、こうきますね。こんなときます。どうですか、わかります。はい、ね、じゃあ今度前行きます。はい、持ちました。はい、タック取りました。はい、ここ持ちました、後ろ持ちました。1、2、1、2、タックと同じこの動きです。この動きができるとここが戻ってきますね。はい、そういうことですね。はい、今ちょっと紐がねいい加減になってますけどね。はい、それでここでやることは必ず向こうにタックが行ってますから、この分を、はい、綺麗にもう一回タック取りますね。そしたらここ一回戻します。はい、戻してこの行き過ぎた分は、はい、ここで、はい、まっすぐ、ね、このそうするとここのおはしょりもまっすぐになりますね。はい、行き過ぎたものは戻してください。はい、それが言い方です。
ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。